独立行政法人地域医療機能推進機構は、東京都港区に本部を置く、厚生労働省所管の独立行政法人。かつて社会保険庁所管の団体が所有していた、病院施設等を継承するために設立された。東京都港区に置かれる本部のほか北海道東北、関東、東海北陸、近畿中国四国、九州の5つの地区事務所がある。 かつて存在した社会保険庁は2004年の公的年金流用問題を受けて解体され、その残余資産は年金健康保険福祉施設整理機構により生産される予定であった。しかし後に国会では公立病院の存続を望む声が高まり、独立行政法人地域医療機能推進機構法が成立。2014年4月1日に 独立行政法人地域医療機能推進機構が設立され、全国社会保険協会連合会、厚生年金事業振興団、繊維保険会及び全3社から施設運営を受託された年金健康保険福祉施設整理機構から57病院を含む100以上の施設を継承することとなった。正式名称は頭に、独立行政法人地域医療機能推進機構を 関する。通称として、ジャッチョ病院、ジャッチョセンターという名称が用いられる。全国に57の病院を要する。病院同様、正式名称は頭に、独立行政法人地域医療機能推進機構を、関する。ジャッチョ病院附属看護専門学校という通称を、用いる。全国に5校の看護専門学校を要する。 配止運営する病院に付属する形で26の介護老人保健施設を有している。また、健康管理センター57、健康増進ホーム1、研修センター1、訪問看護ステーション32、地域包括支援センター13、在宅介護支援センターに居宅介護支援センター30を有している。ありがとうございます。